1年の振り返りをやるようになったら成長するスピードがめちゃくちゃ速くなって夢が叶うことが多くなったので、自分自身客観的に見つめ直す機会になります。夜の6時半は綺麗になる時間ですよ。翔子のビビッドな日常スタート。このチャンネルでは美肌になる食事と思考を変えるだけで綺麗になりながら人生が楽しくなる、そんなチャンネルになっています。ぜひチャンネル登録して最後まで見て一緒に綺麗になっちゃいましょう。新しい年を有意義にするために1年の振り返りをとっても大事にしてます。とってもね、尊敬している方々が必ずお勧めしてくれるので、4年前から来年の目標を立てる前に1年の振り返りをやるようになったら成長するスピードがめちゃくちゃ速くなって、振り返りをすることで夢が叶うことが多くなったので毎年恒例になりました。皆様知ってます？来年の2024年1月1日って一粒万倍日、天赦日、天王日って重なる大開運日と言われてます。なので始めたことが何倍にも膨らむと言われている一粒万倍日、天がね、万物の罪を許す日って言って天赦日、天の恩恵を受けてる万事が成長しやすくなるっていうことで天恩日、3つね重なる新年早々のラッキーデーなんですよ。なので開運日までにしっかり一緒にね振り返って、しっかり綺麗にした状態で運気の流れを掴んでいきましょう。今回は1年を振り返る時のやった方が良い2つのポイントと、振り返るための効果的に思い出せる10個のね質問を、紹介していきます。すぐにね思いつかないとか書き込めないという方は寝る前とかね、ゆっくりリラックスして1年をかみしめながらね振り返りを取り組んでみてください。さて、そもそもなぜ1年の振り返りが必要なのでしょうか。それは自分自身を客観的に見つめて、1年で自分がどれだけね成長できたのか、学びを得たのか、しっかりとこの腹落ちっていうので自分に納得させるっていうことが大事なんです。時には失敗やうまくいかなかった経験、志半ばでできなかったっていうことの出来事をね思い出して落ち込んでしまうこともあるんだけども、ゆっくり時間をとって1年を振り返っていくと、頑張って生きてきた自分だったりとか良いことも案外ねいっぱいあったなって発見したりするんですよ。1年をね振り返る時のポイントは2つ。1つ目は印象に残ってる出来事を思い出して前向きに受け入れること。成功体験や楽しかった出来事は前向きに受け入れやすいでしょ。ここではなぜうまくいったのかっていうのも一緒に振り返っていきます。皆さんね、よかったで終わっちゃうんですよ。そうじゃない、なんでうまくいったのかなっていうことを一緒に考えるのがすごい大事。失敗とか辛かった経験は否定的な気持ちで思い出してしまうかもしれない。でもその際、失敗から得た学びに目を向けます。成功も失敗も肯定的に受け入れて自己肯定感を高めると、さらにねチャレンジするやる気がふつふつと湧いてくるんです。2つ目、自分が抱えている課題や改善すべき短所などネガティブポイントとも、ね、ちゃんと向き合うっていうことです。失敗や達成できなかった課題、ね、他人のせいにするんではなくて自分がね足りなかった部分を見つめて改善すれば成功の鍵となります。1年を振り返る方法、質問していくので、皆さんちょっと一時停止して回答をノートに書き出してみてください。今までつけてた手帳とかあったらそれも見返しながら、年間のイベントを時系列で振り返って、この記憶の整理する中で自分の心の動きを確かめる方法もあります。では早速、ね、質問していきますね。1番、今年楽しかった思い出、ね、嬉しかった経験ってありますか？あなたの価値観を明らかにするための質問。何を楽しい、嬉しいと思ったのか、あなたの心が感じる喜び、改めてね意識すれば誰かと比べたもんではなくて自分の軸で振り返りができます。質問2、今年時間やパワー、お金を費やしたことは何だった？あなたが何を頑張っていたのか、ね、あるいは頑張りたいと思っているのかっていうことのね意識をするための質問。時間、パワー、お金など使ってあなたが取った行動はより記憶に残して、ね、どんどん磨きをかけていって振り返りができます。私はねとにかく学ぶことに自己投資してました。いつもより、いつも自己投資するんですけども、すごい3倍ぐらいかけてましたね。
時間とパワーは教会運営とこの発信っていうのにエネルギーを注ぎました。で3番目、今年達成したかった目標は、年末に立てた目標計画、途中で新たに立てた、ね、目標明らかにしていきましょう、ね、なりたいと考えて自分を思い出して、本当になりたい姿を深く考えていくきっかけになります。心から達成したいと思っていなかった目標は来年ね、手放すんでもいいんです。で私もいっぱい書き出して結構ね、ちゃんとね、叶ってたんですよ。振り返りとっても大事です。質問4、今年の成果はということで、今年の目標を明確に立てていた人は達成状況を振り返ってみてください。来年の目標設定に役に立っていきます。で私は目標がよく分かんなかったなとか曖昧だったなっていう人は、例えば自分がね、綺麗になるっていうことだったり、睡眠時間とか、何を何回達成したとか、仕事をしてる人だったら売り上げとか利益とかね、どのように数字で1年を振り返ってみると今年の成果が可視化しやすいですよ。質問5です。今年一番大きく変化したことは、1年で自分自身の環境がどう変化したのかをね、分かる、把握するための質問。この質問がプラスなら、ね、自己成長感が得られますし、逆にね、変化がマイナスであっても希望が叶わなかった原因を探るきっかけになるんです。落ち込むんじゃないですよ。6番目、今年の自分の好きなところは、1年のあなた自身を肯定する評価の質問なのね。だから誰かと比べる必要は全くなくて、自分自身を見つめた時に好感を持てるな、私これはすごかった、頑張ったっていうところ、自分を褒められるところ探してみてください。家族と振り返ったり、友達と振り返ったり、同僚と一緒に振り返ったら、お互いにね、褒め合ってください、ね、まず自己肯定感が高まります。私の生徒さんもね、自己肯定感が低い人がいっぱいいてね、なので褒めまくります。もう、ま、仲間で褒めちぎります。褒められないね、人だったらちょっと私にあの LINE いただいたら褒めちぎるからLINE でいろいろね、こうやってよっていうことで、ちょっと自分のね、褒めてほしいことを言ってください。褒めます。質問7、来年の自分をね、変えたいところはありますか、ね、自分の良いところを認めた上で改善したいなってところに目を向けるためのね、質問になります。他人からね、期待にね、応えるためじゃなくて、自分自身のために自分を変えたいって思うから、改善につながる行動が取れるはずなんです。なのでまず自分のね、心の声出しちゃってください。8、今年感謝を伝えるべき人は誰ですか。人はね、一人ではね、何にもね、なし得ません。よく考えてください、ね、力を貸してくれた人、ね、自分のために動いてくれた人、ね、支えてくれてる人、ね、チャンスをくれた人、ね、見守ってくれてる人、ね、この感謝を伝えるべき人の顔を思い浮かべてください。私いっぱいいました。思い出したら涙出てきちゃうぐらい。ここで見てくれてる人たちのこともね、視聴者の皆さんのこともすごい感謝していて、考えるときでこうやってね、なんかこう嬉しくなったり、本当にお礼をね、どうやって伝えていったらいいんだろうっていうところで胸がいっぱいになったりします。はい、幸せな気持ちにもなれます。あなたに感謝のね、気持ちがあると、来年以降またね、より良い関係にいられるようにしていけると思うので、思い浮かべてください。で質問、今年失敗から学んだことは、1年の振り返りで大切なのは、良かった出来事をね、このね、反芻して満足することだけではありません、この失敗を振り返って何を学んだのか、何を得たのかっていうことを自覚すると、来年にね、また活かせますよ。で質問10、1年前にモデれるとしたら、あなたは自分に何て言ってあげますか。で私はね、ちょっとこういう感じで、はい、ノートね、はい、マインドマップっていうんですけど、ちょっと自分の似顔絵を描いて、今の質問を書いていって、ちょっとずつね、答えております。こんな感じ。はい、皆さん、この1年の振り返りは、自分自身客観的に見つめ直す
機会になります。どうぞ1年間の自己成長、成長してない人なんて絶対ないからね。なので必ず自分はダメだって思うんじゃなくて、いいところですごくこう思い返して、自分が頑張ったことに対して、一生懸命やったことに対して褒めてあげてください。時間は永遠ではないので、一緒にね成長していけるように来年も一緒に頑張っていきましょう。ではまた次の動画でお待ちしてます。